はい、こんにちは、ナイスです。今から3月11日の DDD ということでネットチェキを見たいと思います。まずは今日ありがとう、ネットチェキ買ってくれてありがとう。はい、今回は、スペードの K ということでね、キングですよ、キング。だからね、キングなのでね、頭にね、王冠を乗せちゃったりなんかしちゃったりして、ちょっと王様っぽい感じにしてみました。どうですか、似合ってますか似合ってますかつっておもろいよね。スペードのキングということで、はい、そろそろね、トランプも中盤に近づいてきたということで嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しい。嬉しいのかどうかわからんけど、はいね、結構キラキラなキング系になってるのでね、楽しみにしておいてください。届くのをいつもね、次買ってくれてありがとう。はい、お次が、フジメタルさん、ありがとうございます。はい、ということでお誕生日だったということでね、おめでとう。お誕生日おめでとうポーズにしました。はい、頭の上にはでっかい何でっかいプレゼントボックスみたいなのを載せてあるので、はい、これでね、思いが伝わってくれたらいいなって思います。はい、これからもカンナギラビッツともに楽しい1年に過ごしていきましょう。これからもよろしくね、ありがとう。はい、お次がエルドちゃん、ありがとう。ネットチェック買ってくれてありがとう。はい、今回はね、お寿司2時間待ちの顔をしてくれということだったので、はいはい、お寿司早く食べたいよ、プンプンっていう感じのチェキにしました。はい、でも本当にね、マジ2時間待ちってどういうことってなったよね、マジで。本当に確かその日諦めたんやったっけな、ちょっとあんまり覚えてないんけど、ほんまに2時間待ちってなって、ちょっとさすがに2時間待ちはしんどいなと思って、多分別のところに行ったと思います。はいでもお寿司はいつでも食べれるのでね、はい、だ今日はねマクド食べたんですけど、うんただね、いつでもどこでもお寿司に行けるところに行きたいですね。ところに行きたいっていうか、どう、まあいつでも食べれるからね、ライブの合間とかでもね、はい、手軽に行けたらいいなと思いますが、2時間もじゃさすがに無理なので、はい、30分ならまだ待ってるかなって感じなんですけど、はい、もうちょっと空いてる時に行きたいなって思いましたはい、ありがとう。はい、ということで3月11日 DDD ということでネットチェキ買ってくださってありがとうございました。ということでネクスト。